こんにちは、ニキサキノです。今日は私が大好きなトゥーフェイストが日本から撤退しちゃうってことで、トゥーフェイストから新しく出たイタリアンスピリッツアイシャドウパレットっていうカクテルをイメージしたパレットにぴったりなメイクをやってみました。こういった感じでちょっと不思議なカラーのメイクになってるんじゃないかなと思うんですけど、毛穴対策、崩れとか、あとプチプラコスメとかもいろいろ混ぜてみたので、よかったら最後まで見てください。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それではスタート。はい、じゃあ早速メイクをしていきたいと思います。今日のカラコンはこちら、ミュームのトーンアップモカを使ってちょっと目のトーンを上げていきたいと思います。私の目はとても暗くて本当に真っ黒に近い黒なんですけど、このカラコンはすごくドットも見えないぐらい細かく、本当に自分の目が明るくなったのかなって錯覚するほどナチュラルにトーンアップを叶えてくれます。はい、こっち入れました。すんごくナチュラルなのにものすごく目のトーンアップ、色素を水平にしてくれます。はい、こんな感じでミュームのトーンアップモカつけました。目のトーンがパーッと上がって、目の色がね変わることでやりたいメイクとかの相性がすごく良くなるので、私はこういう風に目の色を変えています。下地はこちら使います。レブロンフォトレディローズグロートーンアップクリームです。こちらを使っていきます。 SPF30 の PA が1プラス1プラスです。こういうの私結構こうやって出しちゃうことが多いんですけど、ちゃんとここに出していきたいと思います。カラーはこういった感じのローズ系の結構ねこっくりしたクリームになっています。ちょっとパールが入っていて、で血色感もありつつツヤ肌を作ってくれる感じがすごい綺麗なお肌にしてくれます。で毛穴とかもね結構補正力ある方だと思う。スポンジで全体的に伸ばしていきます。ある程度ファンデなしでも全然カバー力があるくらいカバーしてくれますね。これはしたらこれは先でも後でも大丈夫なんですけど、こちら使います。ベアミネラルのプライムタイムオリジナルポア、これはメイクアップベースで SPF とか入ってないんですけど、透明のね、うわこんな感じで本当に透明のちょっとシリコンっぽいシリコンのジェルみたいな感じなんですけど、それを毛穴の気になるところにこうつけていきます。そうするとここだけマットになって崩れとかもね少しね良くなります。マットっぽい感じに仕上がって、まあこれファンデーション塗った時の方がすごい肌の違いが分かるんですよね。あと長時間経った時すごい毛穴消える感じがします。これは本当見ても分からないけどなぜか毛穴が消えてるって感じの使用感で、すごい人気だったやつがこうチューブタイプになったんですよね。前までねなんかポンプ式だったんですよ。それがリニューアルされた感じです。したらファンデーションはこちら使います。メイベリンフィットミーリキッドファンデーション R のこれ110番です。で SPF が22なんですけど、これめっちゃ崩れなくて、これほんとプチプラコスメの中でもだいぶ崩れないファンデーションですね。てか結構上位で崩れないファンデーションだと思います。でなぜか乾燥とかも気にならないっていうのがすごく好きなとこです。なんか結構パキパキになっちゃって粘土みたいになるファンデーションで崩れないっていうのはあると思うんですけど、これは本当に乾燥も気にならなくて薄付きでカバー力がある感じで、夏とかにめっちゃいいですね。もう少し SPF の数値がね高ければいいなーって感じはするんですけど、こっち側だけ塗ってると薄付きだけど本当にムラなく綺麗に乗ってくれる感じで、私はスポンジは冬はねなんか水使わない方が乾燥が防げる感じがするので、汗に負けない肌にしたいのでスポンジに水をつけています。はい、こういった感じでめっちゃ肌が綺麗に整いました。でもね結構ここに残ってますファンデーション。私もうちょっと使おうかなと思ったんだけど薄付きにしてみたので全然使わなかったですが、これの半分ぐらいの量でこんだけね顔面全部広がってくれるっていう素晴らしいファンデーションです。プチプラの中でもかなり上位で本当に崩れないです。めっちゃおすすめなのでぜひぜひゲットしてみてください。次はこちらです。 Too Faced の Born This Wayエシリアルライトコンシーラーのオートミール使っていきます。私オートミールの色が大好き。ちょっとねピンクトーンの明るめの色なんですけど、このピンクトーンが私のこういうちょっと青グマにすごい効いてくれて、しかもこれめちゃくちゃ不思議なのがコンシーラーなのにすごくツヤが出てくれるコンシーラーで、マットに仕上がったりとか、それこそさっき言ったようなファンデーションみたいなね崩れない感じの使用感だと目元って乾燥するじゃないですか。だからこれはねすごい大好きでビスコスにも選んじゃうようなコンシーラーでした。気になるところに追加していく感じで塗っていきます。口角ですね、私ここに血管がめちゃくちゃあって本当ロボットみたいな線になっちゃうからここちょっと塗っておきます。
コンシーラーでこんなにツヤがあるコンシーラーって珍しくて、カバー力もあってツヤがあるので、すごくない？このツヤ。トゥーフェイスとかね、撤退しちゃうので、しかも半額セールやってるので、よかったらぜひぜひ、絶対買うべきだと思います、これは。さあ次はこちら、マジョリカマジョルカプレストポアカバーフェイスパウダーです。これは昔ベスコスに選んでまた使い始めたんですけど、本当に毛穴消えます。なんかね、薄いねパフが入ってるんですけど、これも結構使いやすいんですよね。でこれはツヤが全消しされるようなマットな感じなんですけど、もう本当にすごい。わかるかな、もともとちょっと毛穴消しちゃってたから、ちょっと毛穴わかりづらいかもしれないけど、肌がこうフィルターかかったみたいにめっちゃ綺麗になるんですよ。で一番気になるとこだけ最初に塗って、その後はもう全体的にこう一回取ったらね、伸ばしていく感じで、もうサラッサラになります。でツヤを残したいなんかこの辺とかは本当に最後の最後いきます。ドン。この毛穴に一番効くパウダーです。めっちゃ綺麗、てかプチプラ界の中では一番毛穴消えるパウダーだと思います。そしたらこちらのファンデーション使います。 Too Faced のイタリアンスピリッツアイシャドウパレットです。これが6月2日から出た新作のパレットなんですけど、じゃーん、こうカンカンに入ってるこのシリーズ、ものすごい色が可愛いので大好きなんですけど、じゃらーん、こんな感じです。可愛すぎるんですよこの色味。これはイタリアのサマーカクテルからインスパイアされたね、ゴージャスなアイシャドウパレットになっています。3つのテクスチャーでできてるんだけど、こうマットとグリッターとシマーのカラーですね。もうグリッターのカラーはもう見るからにもうギラギラしてるんですけど、なんかマットのやつとかね、発色いいけどぼかしやすくてすごい使いやすいんですよ。夏なんでね、みんなもちょっと濃いメイクとかね、イベントが多くなってくると思うので、そういう時にできるような可愛いメイクをしていきたいと思います。ちょっと唇保湿します。後で使おうと思ったちょっと色付きの、ちょっと後で紹介します。先にちょっと見た乾燥しよう。今回ねやろうと思ってたメイクが、オレンジとブルーを使ったメイクで、イエベーとかブルーベーとかね、こう縛られず誰でも楽しめるようなメイクになってると思います。まずこのベースのカラーを取ってアイホール全体に塗っていきます。これちょっと広めに塗ります。ブラシでね、これはブラシがないのでブラシで塗るのがおすすめです。この目のキワキワのところ足すから、あんまり塗らないようにしてます。ちょっと色の発色とか良くなったら、悪くなったら嫌だなっていうのと、重ねすぎるとよれたりとかする原因になったりするから、ここだけ、ほんと上部分だけ塗ってきます。Take me to church っていうカラーがあるんだけど、これを取って、ちょっとメタリックすぎて反射しちゃうぐらいすごい綺麗なメタリックカラーなんだけど、こちらのカラーを塗っていきます。でこの辺はちょっとね、しっとりしたテクスチャーになってるので、手で取った方がいいかもしれない。私はこのまぶたのこの辺ですね、ちょっとこう二重が被るか被らないかぐらいのところに入れていきます。かわいい、めちゃくちゃかわいい。でちょっとこう気になるこの端っことかはブレンドブレンドって感じでやっていきます。かわいい、やっとちょっとオレンジっぽさが出てきましたね。はい、こんな感じです。まだちょっと目の下とかは全然できてないんですけど、ちょっと余ったので塗っておくレベルで大丈夫です。そしたらこの目立ってるブルーを取っていきます。ここですね、このさっきの空いてるここに塗っていきます。めっちゃ綺麗なブルー、本当に綺麗なブルーなんだけど、ちょっとこうグリーンっぽさも入ってたりとかするので、誰の肌にでも似合いそうな、多分ね、青みすぎる青は多分結構きついかなと思うんですけど、これはグリーンっぽい感じも入ってるのでかなり可愛いと思います。こう上がオレンジ下がブルーっていうのが可愛すぎるんですよね。これだけでももう相当可愛いんですけど、そうなってくるとちょっと上のオレンジ系が足りないので、このこちらのカラー取ってこのカラーをぼかします。上のカラーをぼかしていく、このね、青をオレンジでぼかすっていう可愛さ、こんぐらい派手な方が夏はいいと思う。なんか夏ってさ、薄いメイクすればするほどなんか負ける感じがするんだよね、自分の顔が。ああ暑いと思ったらもうなんか顔がなくなっちゃう、溶けちゃう私。だからこんぐらい濃い方が可愛い。
で目の下にはオレンジをがっつりと入れていきます。オレンジ塗るときはね、だいたいねがっつりと目を囲んじゃう方が可愛くなるので囲んじゃいます。で最初に使ったカラーとさっきの色をちょっと混ぜて眉毛にも追加していきます。私眉マスカラとかアイシャドウとかも眉のねアイブロウカラーとかも使うけど、結構アイシャドウで色つけちゃったりとかすることが多いです。そっちの方がなんか統一感出るし、ね、かわいいので。こんな感じで色つけちゃいます。このね、目つぶった時のあのカクテルが2層混ざる時みたいな感じの色味がめっちゃかわいいです。そしたらこちらとこことここのカラー取って、最近流行るのこの目の下のラインのところを入れてしっかりと引き締めていきます。目を大きく見せていきます。こういう時って結構濃く入れた方が、濃くねこういうラインを入れて目をしっかりと見せた方が可愛い。でアイラインとしてこちらのカラーをトントントンと取って、この辺からですね、私はここら辺からこういう感じでしっかりと引きつっていきます。目を可愛い、めちゃくちゃ可愛いです。ほら、いやトゥーフェイスとか撤退するとか本当に悲しくて、私トゥーフェイスを日本に来る前からなんか個人輸入みたいな感じじゃないと買えなくて、関税払ってでも買ったりとか、アメリカに留学してる友達がこっちに来る時のタイミングで頼んでたりとかね、お土産でくれたりとか、私が好きだったからして、すっごいちょこ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 頑張って集めてたんですよ。もう本当に世界観が昔からもう素晴らしすぎて大好きだったの。だからトゥーフェイスとか日本に来て大好きって言ってたからね、お仕事をね一緒に何回もしたことがあるんですけど、それがもう本当に嬉しかったのと、そういう思い出もあるから今回こう撤退するっていうのを聞いて、早いよっていう気持ちとすごい悲しい気持ちが、なんでだろうと思って、そういう契約だったのかなとか思ったりとかね、めちゃくちゃ悲しいんですけど、日本からいなくなったとしても私はこれからもすごくトゥーフェイスのアイテムをたくさん買うと思います。今かなりねセールをしているので、もう早めにゲットした方がいいと思う。みんな絶対人気の商品とかどんどんなくなっていっちゃって、もう買えなくなっちゃったりとかするので、簡単には絶対買った方がいいと思う。そしたら目の下にこのパープルのこちらのカラーを使っていきます。スピリッツグリッツっていうカラーなんだけど、青みのパープル、青みのねラベンダーみたいなカラーで、かわいい、かわいいです。意外と全部なんかこう統一感のある感じに出来上がってるのがすごいと思う。はい、こういった感じになっております。そしたらちょっと目の下ね、ここだけ浮いてるので涙袋の線を入れていきます。線はあえてのこのピンクの色、こんな感じで入れていきます。まあこれはでもみんな好きなやつでもいいかもしれない。私はなんか結構同系色の色味で作っちゃった方がアイシャドウの延長線みたいな感じですごい可愛いなと思うので、こんな感じです。唇の色悪すぎてびっくりしてる自分では、どうしたんだろう。でビューラーしていきます。そう、マツパしてたんだけどマツパやめました。まつげのマスカラの付け具合がね、あんまり好きじゃなくなったんだよね。でもすっぴんめちゃくちゃ可愛くなるじゃないですか。だからテンションが上がるっていうのはわかるんだけど、今はね、やってないです。そしたら D-UP のマスカラを使っていきます。パーフェクトエクステンションマスカラ使っていきます。ブラックですね。ものすごい細いブラシです。グングングーンと。全体に塗って、私はもうボリューム出す系のまつげが好きなので、何回も何回も繰り返して。ボリュームを出していきます。こう違うところに行ってる間に乾いたらもう一回足すみたいな感じで塗っていく方が私はボリュームが出ると。はい、こんな感じでまつげができました。どうでしょう、アイメイクパッと見どう使ってるんだろうというような、この色の混ざり方がすごく好きで、そういったメイクをするのが好きなので、この色味たち大好きです。かわいい。前髪取ろっかなと思ったんですけど、まだ前髪ちょっと後でにしよう。ちょっと全然ダメ、全然ダメ。そしたら眉マスカラ塗っていきます。眉マスカラはこのインテグレートのニュアンスアイブロウマスカラ380番。これでさっきちょっと色をねオレンジ系を入れてるので、上から
撫で溶いていくような感じで塗っていきます。これはね本当に雑にやっても絶対地肌につかないの。なんでってぐらいつかないの、私の経験上。もともと眉毛がすごくしっかりと生えているので色をつけただけで完成しています。そしたらリップ塗っていきます。リップはもうこの色だなって思った色があって、このメイクアップフォーエバーのルージュアーティストフォーエバーマットの340番。これ多分初めて見た方びっくりすると思うんだけど、見てチップゴンブトすごいゴンブトで意外と塗りやすいんです。それがベチョって感じでついてて、乾くと全然取れなくなるようなリップの色合いなので、私はねこういうところに取って細かく、大きいところはねあの大きさでもよかったけど、細かくちょっと色づけたいのでブラシを使って塗っていきます。これレブロンのブラシなんだけど、これ売ってんのかな、これすごい便利でスコ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 って出てくる。リップ塗っていきます。これ全然取れないです。これマスクとかには全然取れないし、スレとかには強いけど、ご飯食べると取れちゃうリップなんだよね。油煮物には弱いかな。焼肉とかは絶対持たなかったけど、めっちゃ色持ちはいいと思います。口角がグッて上がってるように見えるから、こことここだけ濃くするといいと思う。そしたら、自然とここが薄くなって、光で前に出てるような見えるので。本当はねこれにねツヤっぽい感じで重ねようかなと思ったんですよ。さっきのクラランスのリップ、私がさっき唇乾燥して使ってたこのリップ、これがクラランスのリップコンフォートオイル02番のラズベリーっていうカラーなんですけど、これを重ねようと思ったんだけど、このちょっとマットになっていく質感、これさマットになっちゃうんですよ。でほら、あ乾いてなかった、乾いてないとこ取れるけど、ほらちょっと乾いてるとこ触ってもついてないの分かる、ちょっと乾いてなかったすいません。これね乾くとトゥン、ほらトゥントゥン、つかないですよ、そこが好きそしたら使っていくチークはこちら。これもトゥーフェイストのクラウドクラッシュブラッシュ、テキーラサンセットっていう面白い名前。こんな感じです。かわいい、こういう感じのふわっとしたピンク、こんな感じのなんかピンクとレッドとちょっとコーラルが混ざったような絶妙な色で、夏にぴったり。夏ね青みピンクにするよりも私こういう色でちょっとヘルシーな感じに見せるのすごい好きで、取っていきます。こんな感じちょっと外側濃いめにすることによって、かなりなんかあの昔のさヨーロッパとかのさメイクわかりますなんかこっからこうじわっとほら色が出てる感じが最近の流行りです。私の去年とかに出したヨーロッパ風メイクみたいなやつでめっちゃこの辺にチークを塗っていたんですけど、その時からねやっぱこのメイク可愛いなってずっと思ってた。このチークの入れ方すごい分かりやすいと思う。こっちの方がなんかこんな感じ可愛いチークメイクが完成しました。こう節目がちにした時にこうブルーがちょこっと覗く感じがすっごい可愛いですよね。髪の毛とメイクが完成しました。最初このアイシャドウとかやった時はすごい浮いてたと思うんですけど、やっぱ全体的にね合わせたらとてもいい感じのメイクになってるんじゃないかなと思います。トゥーフェイスのパレットもそうですし、あの撤退期することでその半額セールとかいろいろやっているので、よかったらねもうぜひ本当に最後のチャンスかもしれないからチェックしてください。はい、この動画楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。また次の動画でお会いしましょう。さきどでした。バイバーイ。